はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助動詞丸さんをお送りします。で、これで助動詞も3本目で、今回の主役はたい、そしてたがるです。この助動詞についてやっていきます。で、ポイントの中も含めて全部で問題が7問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、一応復習をしていくと、助動詞丸1の動画ではれるとられる、で、丸2の動画でせるとさせるをやってきました。で、今回はたいとたがるなんだけど、この2つはね、結構想像がしやすくて、結論から言うと自分とか他人の願望を表します。願望で、どうで使うかっていうと、一番わかりやすいのは多分したいだね。したいとかしたがる、何かをしたいとか何かをしたがるって願望を表してるよね。だからそういった風に使うと。で、ポイントなのは動詞そして助動詞、これ一部なんだけど、全部ではなくて一部の助動詞のほにゃらら形に接続します。で、何形か、これは連用形に接続するので、これ覚えておいてください。たいとたがるは連用形に接続します。では表いきましょう。で、たいとたがる両方分けてありますので、まずたいから。で、両方とも命令形ありません。両方ないです。で、未然形からいくと、こっちまずたかろです。たかろ、これが未然形で、連用形2つあって、たかにちっちゃいつ、これしたかったとかいう感じで使う、たかちっちゃいつね。で、もう一個がたくです。で、終止形はね、同じなんでたい。で、連体形も同じですね、いつも同じなんで、同じくたいです。で、仮定形がたけれです。したければとかねっていう感じで使います。で、たがるの方は、まずね、未然形が2個あるんですけど、基本的にこっちを覚えてくれれば大丈夫。たがら、これはしたがらないとか、何かをしたがらない、やりたくない感じね、したがらないとかで使う。で、もう一個ちょっとね、おまけとして覚えてほしいのはたがろです。このたがろに点々がついたやつね、たがろ、これもたまに出てきます。で、次、連用形がたがりです。したがりますとかね。で、もう一個がたがにちっちゃいつ、まあたかにね、点々がついてる感じだね。で、終止形はたがる。で、連体形も同じなんでたがるです。ちょっとね、字がちっちゃくて申し訳ないけど。で、最後、仮定がたがれです。したがればとかね、何かをしたがればみたいな感じ。いい？そういうふうに使ってください。で、これがまず表だね。で、あとは次の文中、文がね、ありますので、そこからたいとたがるをの活用形に線を引いていきます。だから、たいとたがるだけじゃない、ちょっと形が変わってるのもあるんですけど、結構わかりやすい、これに関してはね。で、まず、私が行きたい店はあそこだ。もうね、たいって書いてるからね、これ。で、たいです。で、一応チェックしておくと、そのね、連用形に接続するっていうの書いてあるじゃん。今回たいは行きにくっついてる。で、これもともと行くでしょ、動詞だよね、行くっていう。で、それを連用形にすると、連用形はますをつければいいから、行きますだよね。だから行きっていう連用形に接続してるっていう風に考えてください。で、どんどん行こうね。ここはね、どうしてもこれを買いたかった。で、さっきやったね、たかちっちゃいつ、これがね、単位の変化ね、変化している活用形になります。で、これも買いますってできるから、買いに、まあ買うなんだけど、もともとそれが買いますの買いになって、で、それに接続していると。で、次が、彼は話したがらないね、話したがらない、たがら、ここにあるので、よいしょ、
これが活用形になります。たがるの方だね、これはね。で、あなたがしたければすればいいと、ね、したければすればみたいな感じだね。で、これもたけでだね、ここにあるたけで、これがたいの活用になってます。で、最後、まあ、探すのは簡単です。これ、この手紙を彼女に読ませたいでしょ。で、たいなのでたいになってる。俺さっき間違って言ったからごめんね。ここの行きたいのたい、こっちって言ったの、こっちだね、連体形の方だね。で、最後読ませたい、これ終わってるんで、これ終止形のたいなんですけど、これね、ちょっと覚えてほしいのがこのせ、これ丸1の時にやった、丸1だっけ、セルって丸2か、丸2だね、ごめん、1個前の動画でやった助動詞のセル、これの連用形です。セルはせいせいせるせるせれせろ、まあせよだね、最後ね。なので、それの連用形、助動詞ね、に接続してるなって、そういう風に思ってください。いいかな。まあこんな感じで、まあ、動詞とか助動詞の連用形に接続します。まあ探すのはね、そんな問題ないとは思いますので、ぜひこっちの方を覚えておいてください。では、今回は中学国語助動詞丸三をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、ちょっと待ってね、次回は助動詞のないとぬですについて取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。